タマーサの世界の旅インポーランド、こんにちは。みんな、タマーサこと、卵のうさぎさんが、今日はポーランドに冒険へ行くよ。ポーランドはヨーロッパの国で、綺麗なお城や不思議な伝説がいっぱいあるんだよ。一緒にポーランドの素敵な世界を冒険しよう。タマーサがカラフルなバルーンに乗って、ポーランドに到着。空から見るポーランドはとっても綺麗だね。わあ、見てみて。どのお城も絵本から飛び出してきたみたい。タマーサが大喜び。まずはワルシャワの旧市街へ。赤い屋根とカラフルな家々が並んでいるよ。ここはたくさんの人が楽しんでいるね。お菓子屋さんに行ってみようと言って、タマーサはポーランドのお菓子パチキを食べてみる。甘くてとっても美味しい。次にタマーサはピエリ地下岩塩鉱山を探検。岩塩でできた美しい彫刻や教会に大興奮。すごいな、こんなに綺麗なものが地下にあるなんて。タマーサは目を輝かせる。旅の最後にタマーサはポーランドの美しい自然タトラ山脈を訪れる。緑の草原と壮大な山々。ポーランドって本当に素敵な国だね。もっとたくさんの国も探検したいな。タマーサの旅はまだまだ続きそう。そしてタマーサがみんなに伝えたいこと。ポーランドの旅楽しんでくれたかな。次はどこの国を冒険しようかな。みんなが知りたい国があったらコメントで教えてね。そしてタマーサチャンネルを登録して一緒に世界を冒険しよう。タマーサのポーランド冒険いかがでしたか。次回も楽しい冒険をするからぜひチャンネル登録してね。みんなと一緒に次の旅もワクワクしながら待ってるよ。いつも最後まで動画を見てくれてありがとう。このチャンネルでは大人気タマーサの世界の旅シリーズをはじめ、子供の成長に役立つ絵本を毎日配信中。タマーサとお友達になって楽しくお勉強しようね。そして、まだチャンネル登録してないお友達はすぐに登録。いいねでタマーサを応援しよう。またね。